本人志、テレビ業界に警鐘。 YouTube を下に見てたらテレビはダメ、がネットではない。内容はこちら。松本人志が YouTube を下に見てたらテレビはダメとテレビ業界に警鐘を鳴らしたようです。では記事の一部を引用しご紹介いたします。お笑いコンビダウンタウンの松本人志が27日に放送されたフジテレビ系トーク番組ワイドのショーで YouTube とテレビの関係性について語った。もう YouTube を下に見てたらテレビはダメだろうなと思いますよねとテレビ業界へ聞き込む。 YouTube でワイドなショーの宣伝をしてもらうぐらいになってくるかもしれない、そういう感覚でやらないとと自らに言い聞かせ、 YouTube であれだけ宣伝してたから久しぶりにテレビ見てみようかぐらいな感じになってしまう可能性だってあるわけでと推測。さすがまっちゃん、どうやら先見の明をお持ちのようですね。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。テレビすっかり見なくなっちゃったよな。もうすでにネットで話題になってるの見てようやくテレビ見てみるレベルでは。俺昔はめっちゃテレビっ子だったのに。テレビは面白くない、それが常識となりつつありますからね。テレビはもうオワコンだと思います。次はこちら。スポンサーありきのテレビはスポンサー側のご機嫌を見て番組を作るようでは面白くない。テレビはスポンサーを気にするあまり結果的に報道しない自由を発動、そうしてテレビは国民からの信用を失ったのです。次はこちら。実際若い世代はもうほとんどネット動画だろ、テレビはもう一切見てない、一回やめると不要なのわかるよ。若い世代はテレビを見ません、というかテレビも持っていません。それが若い世代の常識です。最後はこちら。テレビが上だ下だとか視聴者には関係ないのよね、興味があるものを見るってだけ。 YouTube でもテレビでも面白いものがあればみんなそれを見る、これが極論ですね。結論、松本人志さんのおっしゃるようにテレビと YouTube の逆転はすでに始まっています。いつまでも YouTube を見下していれば気がついた時には誰もテレビを見ていない、そんな時代がもうすぐそこまで来ていると思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたらチャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。